ハッカーじゃないです。チーターではないんですけど、はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。というわけで、今日はですね、やっと、PC 版の COD をやろうと思います。ちょっと前に PC を、友人に組んでもらって、まあ、ウォーゾーンとマルチョちょこちょこ遊んでるんですけど、今日はやっと撮影をしたいと思います。この前の動画で、COD の世界大会が、まあ、PS から PC プラスパッドにコントローラーに変更になるって言ったじゃないですか。まあ、そういうね、こともあったので、ちょっと今日はマルチをパソコンでコントローラーつないでやってみたいと思います。で、パソコンにつないでも、あれですね、エイムアシストはパッドだったらつきます。で、PC 版は何が違うかっていうと、まず、コントローラーの入力遅延が一切ないことと、あと、フレームレートですね、FPS がもう60以上出ます。まあ僕、今このモニター140までなので、144か。なので140にしてるんですけど、まあ140以上も多分出せると思います。まあそれぐらい高フレームレートでプレイができる。あと高解像度。で、あとここにあるようにすごい細かい設定ができますね。映像から、特に映像面ですね。まあ、ホブ値、視野角を変えられたり、あともう細かい、よいしょ、この辺あるかな？まあ映像のグラフィックの高中低みたいな、まあそういうのも細かい設定も全部できるようになってますね。というわけで、ちょっと PC 版のマルチに繰り出したいと思います。さあ、というわけでやっていきましょう。まあ、とりあえずね、初戦は、いや、まあ、M4 か MP5 って思ってたのでね、まあ、とりあえず、M4 でこのマップは行きましょうかね。これ僕の真下にいるな。あ、撃っちゃった。あ、裏取りしてる。なんだなんだ？この人だけだよね。で、イスポンは変わりましたね。オッケー。で、これハーポのニポ側を若干取れてる感じで。あそこに2階にいる。ポイントやって。多分これ、洞窟が多いから、ちょっとリロードするより拾った方が早いっていうね。フラグも当たったね。ナイス。まだこれ洞窟ですね。ずっと来ると思う。おっと、敵のフラグ。これはまずいので、避けつつ、あれ？ちょっと、UAV に選択できなかった。スタン投げての、ナイス？まだいるよね。まだエリアにもいる。OK。こっち UAV 呼ぼうか。敵ほとんどセンターなのかな？まだ来るかな？洞窟流れてるね。一枚だけ左にいるけど、そいつが気になる。あいつだ。オッケーオッケー。で、オービタル出た。で、これ完全に洞窟脇に押し込んでるんで、危ない危ない危ない。こっから、このまま洞窟に押し込みたいですね。一枚先端に湧いちゃったか。そいつだけカットしよう。オッケー。で、ずっとこっちだ。オッケー。オッケー。オッケー。弾ある、弾ある。ロテー。あー、敵がいなくなっちゃう。敵がいなくなっちゃう。待ってくれ。いなくならないでくれ。PC 便の方。PC 便の方。いなくならないでください。あー。ああ、いなくなってしまう。PC 見の方いなくなってしまう。頼みます。いないですね。いないですね。ナイスハック。ハッカーじゃないです。ハッカーじゃないです。チーターではないんですけど、さすがにこの連携でチーターはちょっとさすがに言い過ぎでしょ。でも最高の褒め言葉ですね、これね。味方がやってくれたかな？ねえ、二人しかいないんだけど。多分こっちから来るね。ナイス。
オッケー、核出た。PC 版一発目の核ですね。はい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 。重りを外されましたからね、僕は。止まらないっすよね。いや、マジでやりやすい。神なんだけど、これ。もう呼んじゃおっか。呼んじゃいます。はい。PC 版一発目の核だ。はーい。おめでとう。PC 版の方、こんにちはーって。通報しないでね。通報しないでください。頼みます。あー、ドーン。ウォー。オッケー。いや、もう皆さんにこのコロナだ入力遅延とフレームレートの高さが体感してもらえないのが本当悔しいね。これ。いや、マジでサクサクだからね、これ。もうね、あの、手とで画面が直結してるんですよ。何言ってるか分からないと思うけど。やべ。いやー、あとね、こう、録画、配信者的な面で言うと、今までその、録画ね、OBS とElgadoを繋いでやってたんですけど、画質がね、やっぱね、悪くなっちゃうんですよね。OBS とElgadoの相性も悪いらしくて、画質が良くなかったんだけど、PC の場合、本当に画面直、そのままをね、録画してるんで、多分画質もね、動画の画質も上がってると思うんですよね。どうですかね。まず1枚、1枚ずつ削ろう。わー、これは敵硬いな、守り。まあでも、敵日本の方に抑えられてるから、怪しいぞ。1枚、ここフラグ入れてみようか。多分飛んでくれると思うんだけどな。飛んでくれない。やばいな、これずっと湧いてくるぞ。どっちだ、右に流れてる。まだ来ると思うな。オッケー。で、ほとんど向こうに流れたかな。まだ湧いてる人いるね、でも。オッケー。オッケーオッケーオッケー。ちょっと、まあまあ、だいぶ抑え込めたんじゃないかな。一人センターから来てない？いやー、強え。おー、サクサク。超強靭だよ、これ、マジで。ハリアが当たるかな？当たらない。でも、センターにいるのは、わかってるので。いやー、C4 飛んできた。どうも、どうもどうも。弾がないね。M4 落ちてた。ラッキー。PC 版の皆さんどうも。PS4 からやってきましたよ。どうもどうも。さあ、ローテ。オーケー。オーケー。どうもどうも、PC 版の皆さん。こんにちは。こんにちは。あー、待って。あー、吸った。なんか違う、変な動作になっちゃった。さあ、なんかテーブルにいるな。ここで、スライディングして、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。ダブルキルいかない。手前にいる。ここにいる。カット、カット。まあ、もう来てるから。フラグ、ここでフラグ。フラグ当たる。カット。あー！やべえ、気持ちいい！めちゃくちゃ気持ちいい。待って、敵ローテしてる。ちゃんとローテしてるな。もう一人抜けてる。抜けてでもカット。で、左に赤点があったけど。あ、もう一人近くいない？いや、あれはカットできないな。もうローテされてる、ローテされてる。奥に行こうと、されちゃったね。行かれちゃったね。センター。なんかそっち左赤点あるね。ちょ、それだけ気になる。もうリスポーンは取られちゃってるから、ナイス！ごめんごめんごめん。オーケー！PS4 の時と比べても 1.5 倍ぐらい強くなってるから、今。OK?OK?、Okay? Okay? やばまぁちょっとラストプッシュ、ニポー、ハーポのニポのね、リスト取れたらいいですね。まだ湧いてるかな？多分、こっち側で湧いてると思う。でもこっちのリスト欲しいんですよ、僕たちは。オッケー、取れ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 た。完璧。まあ、洞窟からは来ないと思うから。よいしょよいしょよいしょ。
まあ、センターから来る敵を。盾も入られたかな。OK。で、洞窟が多いから。あ、後ろ湧いちゃったかな、これ。いや、湧いてない、湧いてない。あー、たまがない。死にたくない、これ。あ、これは湧いちゃったな、これは湧いちゃったな。うわー。ちょっと、e スポーツの感覚が、思い出せ、思い出せ。交流戦の日々を思い出せ。で、建物にいる。まずこいつからだな。で、これ右いると？いるね。オーマイガー。そこまだ生きてると思う。あれ、移動したかな？あー、それは見えない。2歩取られんのかなり厳しいんですよね。てか、正直これ2歩取られちゃったら、まあ、押し込んで、少しでも敵をもう3歩にローテさせない動きをしたいところ。上を押さえてあげたいね。 OK。 これでこれ流れちゃうな。右にローテはさせん。それもうそこに閉じ込める、閉じ込める、完全に閉じ込める。おお、何？あ、空爆が当たったのか。こっちから、ローテを、待って、もう入られてるな。一枚上にいるな。こっから倒して、この位置ですよ。OK。え、来るとしたらそこかな。一枚ぐらいこっちも来ないとなれば、あとはもう、向こうだけっすね。で、UAV 呼んでみて、リスポーン変わると思う、これで。で、センターからローテしてくるやつがいなければ、裏取りがいないっていうことなので、逆にこっちが裏取りしちゃう。常にセンターを送って、敵に圧力をかける。そうだ、赤点ないんだった、このゲーム。ホールドに投げちゃって。OK。ちょっとこれはローテ取られちゃったけど、まあまあまあ、ここで絞り取ろう。ここに立つと敵のリスが遠くなります。あ、奥で湧きます。で、ある程度キルしたタイミングで裏取りに行く。うわー、バレてたか。いいな、敵ちゃんと見てるな。で、アドバンス出たんでこれ使っていく。まあ、ちょっとアドバンスト出てるから、なるべく前線でキルしたいね、これ。まあ、いざとなったらハリアあるんで、困った時は大丈夫。で、センターから、あ、味方に、いけるかな、ハリア。エネミー、VTOL 出された。いや、マジか、VTOL 出せたか。いやー、ちょっと待って、チョッパーガンダ出されてんだけど。なんで、なんで、なんで。やべ、ハリア呼べない、この状態じゃ。ちょっと待って。なんで？なんでですか？これ負ける？もういい、時間ないよ、これ。こんないい流れで。あー、最悪。嘘。なんで最後の最後にチョッパーガンナー出てくるの、敵さん。どこでゲットしたのか。まあ、こんな感じで PC 版の方でちょっとマルチ撮っていこうかなと思います。画質の方もね、動画の方でも上がると思うので、まあ、視聴者さんたちも嬉しいと思います。のでよろしくお願いします。よかったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。お疲れ様でした。